吉樹神社は、千葉県茂原市本納めにある神社。式内社、上佐国二宮で、旧社格は、県社。神門は、立花。古くは、立花神社、立花木神社とも記された。現在は、吉樹の字で、立花と読む。主催神章度の神社伝では、日本穂高が統制した際、相模から上佐へ渡ろうとした時に、会場で暴風にあった。 音立花姫が海に身を投じて、日本穂高の難を救ったことから、日本穂高が、音立花姫の御霊を作り、音立花姫の櫛を治めて、立花の木を植えて祀ったのに始まると伝える。古事期には、7日の後、その甲の櫛海辺により木、すなわちその櫛を取りて御霊を作り収めを聞き、とあり、これが、当社のことであるという。また、日本書紀では、 さらに相模においでになって、上ズに渡ろうとされた。海を望まれて、大言相互して、こんな小さい海、飛び上がってでも渡ることができよう、と言われた。こうして、日本穂高は、上ズより転じて、道の区国に入られた。その時大きな鏡を船に掲げて、回路を取って、足裏を回り、玉砲を横切って、江戸の支配地に入られた。とあり、 この時祀られたのが由来とされる。国史の所見は、日本三大実録元行元年5月17日上、十五位、君後等の吉獣神に、聖五位下の神海を授けるという記述である。元行8年7月15日、聖五位上の神海が授けられ、日本保高、押山山宿根が合詞された。演儀式神明帳には、和佐国ながら軍に、立花神社と記載され、 式内社に列している。中世には、当社周辺に、車両、立花基礎を有した。遠方8年には、小1位が授けられたという。明治6年近代社格制度において、県社に列した。本殿は、江戸時代の完成12年の造営。本殿の背後には、音立花姫命のちご領とされる古墳が残る。 本殿が造営されるまで、廃殿から直接古墳を拝む形となっていたという。また、境内の東ず家はこの墳墓を掘った後の穴であると伝えられる。説末者いずれも末者。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。